オリビア・ジェーン・ダボは、イギリスの女優、シンガーソングライター。SF、アニメ、ホラー、ファンタジー、コメディなど幅広いジャンルのテレビ番組、映画で脇役を務め、音楽やミュージカルといった分野でも活動をしている。モデルで女優の母マギーと、マンフレットマンのメンバーで歌手の父マイク・ダボの間に、生まれ、兄弟は兄一人と、定妹三人を持っている。なお、映画、 英霊7リビングデイライツでカーラ・ミロビを演じたマリアム・ダボとはいとこにあたる。映画デビュー作はボレロ愛欲の日々。撮影当時15歳だったダボがヌードシーンを披露したことから議論を呼び、第5回ゴールデン・ラズベリー賞で新人賞を受賞、助演女優賞のノミネートも受けた。以来これまでに多くの映画、テレビ番組へ出演しており、中でもドラマ素晴らしき日々は、 ダボの代表作になっている。本作でのカレン・アーノルド役は、当たり役となって、第4シーズンまでメインキャストとして出演した。音楽活動においては、ジュリアン・デノンのヘルプイアセルフのバックコーラス、パトリック・レオナルドのプロデュースによるボンジョビのアルバム、ディスレフトフィールズライトに収められた、リビン・オーガ・プレイヤー、アコースティック・デュエットバージョンに参加。ラウラ・パウジーニのラブカム。 フロム・ザ・インサイドでは、楽曲提供、バックコーラスを務めた。また自身にとってのデビューアルバム、not TV もリリースしている。2005年には、ブロードウェイミュージカル、ザオットクプルに出演し、マシューブロデリック、ネイサン・レインラと共演した。オリビア d a b o b i o g r a p h y a t f i l m r e f e r e n c e ト・コム。ありがとうございます。